ただいまに K-1 ワールドグランプリ2014年アンダー60キロ日本代表決定トーナメント1回戦第2試合を行います。アウトの180センチ、 59.7kg、 日本池袋ブルードッグジム、闘志戦うビッグダディ、今が旬です。闘志アナコーナー、175センチ、 60kg、 日本バンデリングベイスペリー、レオナ・ペタス、石の拳、レオナ・ペタス。セコンドにはニコラス・ペタスがついています。さあ、いよいよ1回戦第2試合が始まろうとしています。向かって左がレオナ・ペタス、対する右が闘志。さあ、中村さん、はい、ぜひ戦いのポイントを教えてください。そうですね、やっぱりレオナ選手、すごく懐深くて一発もあるファイターなんで、はい、そこに闘志選手がね、ビハ入りだったり、すごく、ステップ使ってパンチで入っていくのが上手い選手なんで、そこがどう入っていけるかがポイントだと思いますね。背中を向けています。青いグローブが闘志。さあ、第1ラウンドが始まりました。グローブを合わせます。レオナ・ペタスが赤いグローブです。さあ、関根さんもよく2人のこともご存知だと思います、はいはい、いかがですか。レオナ・ペタス選手、リーチが長いんですよ ね、 そうですね。で、懐があって、バランスのいい選手ですよね、うん、この階級で175センチあります。そうなんですよ、大きいんですよ。ミット打ちとか練習見ててもやっぱり右のパンチをこう常にこう当てれるように練習して動いているのが分かるんで、やっぱりあれがどこでね、炸裂するかだと思いますね。赤いグローブのレオナ・ペタスです。いいですね、左のパンチ、うん、速いですよ、スピードありますね。うおー、伸びてくる。ちょっとこの距離は、そうですね、はあはあ、赤いグローブがレオナ・ペタス、青いグローブが闘志です。中村さん、一度、うわー、膝だー、丸出ていく。ハイキックで一度倒してるんですね。そうですね、はい、レオナ選手は。またレオナ選手、このトーナメントに向けてこうオランダのマイクスジムに行って、はい、マサル・グランダーとかとかなり練習してきたっていうふうに言ってて、左フック、おー、闘志も入れた。ただ闘志選手もね、去年すごく一気に急成長して強くなってるんで、まあ、前回の対戦とはちょっと違うというか、うん、そういう試合になると思いますけどね。関根さん、本当にこう今旬の選手なんですね。そうなんですよね。だから前世紀ってね、その人によって10代で来る人もいれば、はい、30代で来る人もいるから、うん、うわ、正さん、これもういつ倒れるか分からない。そうですね、レオナ・ペタス選手の左はすごくいいんですけどね、うん、左はだけどワンツーの右はちょっと遅くなるんですよね。そういう癖がありますね、はい、左はいいです。すごく再開します。さあ、再開です。拳を合わせます。だから左をどんどん出していくと、闘志選手は入りにくいですよね。闘志選手はこのローキックで組み立てていくといいんじゃないかなという気がしますね。じわ中央を取って前に出ていこうというレオナ・ペタス、リードのジャブ、これです。あれ、もうそんな、おっと、聞いたか、はい、そう、これは、何ですかね、さっきの攻撃、警告、倒れ際に蹴った、攻撃しないよ、警告見ますかね、倒れてからの攻撃、今警告1という、左フック、あ、ちょ、聞いた、今の左フック、うわ、もう一つ、さあ、ペタス出ます。レオナ・ペタスが出る。よく見せた。右手が大事なコンスタンプレーです。関根さん、これなんですね。そうなんですよね。さあ、右のコンスタンプレー。ワンダーコンスタンプレー。効いてる。右も効いてる。スタン。タイムストップ。スカンでから。イエローカード出ます。減点。抱えてですね、抱えての攻撃をしたということですか。ただダメージあると思うんですね、闘志選手今。ダメージありますね。ですね。1ラウンド中2ダウンを喫すると KO 負けになります。一つもダウンを喫している青いグローブの闘志。膝、飛び膝狙っていた。うわ、すごい、ハイキック出してきた。右も狙ってます。闘志は冷静に打った方がいいですよ、しっかり。うん、さあ、このラウンド中に倒しに行くか、わからないぞ。今の左ジャブうまい。
見てる。ここで1ラウンド終了です。正人さんどうでしょう。あのレオナ・ペタス選手はあのボクシングテクニック高いですね、モーションないんで、当たりますよね。関根さんどうでしたか。やっぱりペタス選手身長を生かしてね、あの遠くから打ってきますよね。そうですね。で必然的にやっぱり打ち下ろしになるんですよね。そうか、なるほど。だから効くんですよね、はあ、やっぱりそうなんですね、上から下に打つんで、あのトシ選手ワンツーのワンに右だけがモーションが大きいんですよね。あとは全部速いですけど、そこだけ。さあセコンドの指示をしっかり聞いています。まあ、1ラウンド中に2ダウンですから、先ほどのもうダウンはこう加算はされません。こちら投手一歩立ったままニコラス・ペタスの指示も聞いています。レオナ・ペタス、セコンダー、セコンダー。やっぱりトーナメントは激しいですね、試合。そうですね、面白いですね。日本トーナメント逆にこうお互い意識してるかもしれませんよね。日本トーナメント盛り上がりますね。そうですね。やっぱり日本トーナメントはやっぱりそうそう、J マックスから思い出しますから。本当になんて言うんですかね、プライドをかけた戦いっていう。そうですね。リードのジャブ、サイのフック近いぞ、まあ届かない。やっぱりあの懐が深いんで空振りしたんですよね。伸びてきますパンチ、こちら膝だ、また狙っている。レオナ・ペタス選手の左側のジャブというか左ストレートに近いんですね。あ、今のローナイスローですけどね、ロー蹴りたいですね、トース選手ですね。選手は、逆にこうジャブがストレートのような強いペタス。関根さん、セミンシュルトみたいな、いう感じもあるんですかね。そうですね。左ペタス選手あんまりローをもらうと、トーナメントですからね。確かに、ダメージが。次おっとバランス崩し、タイガ選手とやらなきゃいけないですからね。そうですね、すでに準決勝第1試合でタイガが待っています。その対戦相手が決まる戦いでもある。ローに合わせて前に出る。多分あのロー、レオナ選手カットできないと思いますよね、構えっていうかスタイル的に。あ、そうですね、足が内側入ってますからね、膝を狙っていた。パンチも出したぞ、右一重。松田さん、結構飛び膝も出してきますよね。そうですね、なんか今あの選手の多いですね、トレンドみたいなものがあるんですかね。じわじわ前詰めてきます。ハイキックだ。まあ、ハイキックで前回の戦いはレオナ・ペタスが倒して勝っています。まあ、その後しかし台頭してきたのが闘志。子供たちの声も聞こえてきます。リードのジャブ、2つジャブ。中村さんどう見てますか。そうです、まあ、闘志選手先ほどのラウンドに比べるとこうだからしっかりこう自分 の, あの、まあ、懐深い手に対してもちゃんと戦ってるなって感じしますね。左、ボクシングテクニックでいうと、左2つ切り合いに持っていくと関根さん、投手としてはいけますもんね。あとやっぱ下蹴ってるのもいいと思いますね、最後に必ず。下蹴った方がいいですね、ここもそうだ。効いてる効いてる効いてる。ダウンではないか、ダウン、いやではない、まあ、でも効いてると思います。今チャンス来ましたね、今の右ストレート。なんとか膝を狙おうというところ、投手が入れてきます。合わせたい、左フック。痛いな、投手は。ここ休んじゃいけないな。投手1つダウン取りたい。ここきついけど行かないと。1ラウンドダウンを奪ったのはレオナ・ペタスの方です。投手はここダウン取りたいか。投手疲れましたね、ちょっと。ここで第2ラウンド終了です。激しい戦いになっています。戦いはアンダー60キロ日本代表決定トーナメントです。
9月に行われるアンダー60キロ世界最強決定トーナメント、その出場権をかけて9人が戦っています。日本代表決定トーナメント、画面レオナペダス対する青コーナーが闘志、1回戦の第2試合です。さあ関根さん、これ激しい戦いになってますね、はい、すごいですね、これは分かんないですよ、3ラウンドですね、マサトさん、ペースどう見ますか。基本的にはレオナペタス選手が取ってるかなという気はするんですけど、ただ、ダメージがどれくらいこのラウンドあるか。そうですね、先ほど第2ラウンドは闘志がもうダウン寸前まで追い込みました。あそこダウン取りたかったですね。ですね、その意味ではまだ闘志は出ていって倒さなければいけない、その気持ちはあるはずです。最終の第3ラウンド、左手返し効いたぞ、闘志のパンチ早いですね。早いスピードありますね。左フック結構当たるんですかね。まだ膝に合わせて左フックで前に出る闘志。闘志もっと今ちっちゃくいきたいですね。ちっちゃいパンチ。なるほど。今効いてますよ。チャンスですよ。いやすごい。まさに闘志あふれる。前面に出す32歳。青いグローブの闘志。戦うビッグダディ、二児の父です。俺は格闘技で生きていく。格闘技を全て捧げる格闘技に、そう話したのがレオナ・ペタス23歳。ちょっとレオナ・ペタス選手 のパンチが、ステップでかわされてますよね、闘志選手に。いや本当踏み込みのスピード速いですね、うん、まあ、関根さん、先ほどまでは飛び膝とか膝行くときにパンチ当たってましたけど、ちょっとまた変わってきましたかね、今の左、闘志の、この左はちょっと嫌ですね、闘志からすると。流れをまた引き戻せるかレオナ・ペタス、赤いグローブです。青いグローブの闘志、セコンドからもう行け、行っていいぞと声が聞こえてきます。いやちょっと左、闘志がフックで入ってくるところをまっすぐ打つんですよね。ああなるほど、闘志の拳炸裂、これで逆転じゃないですか。そうでしょうね。2ラウンドは投手取ったと思うんで。そして残りが間もなく1分になろうとしている最終ラウンド、膝がある。やっぱり勇気持って踏み込んだところで、ね、当たりましたね、投手選手ありましたね。まさにらしい戦い見せています。効いてる、左のジャブも効きましたよ。今レオナ・ペタス絶体絶命。今注意があります。踏んで殴るようにしてしまった。さあ残りが45秒になります。すごい投手コール起こっている。リードのジャブ、これペタスは一つ返した。これ効いた、すごい飛び込み。ちょっと怖いものを知らずでいきますね。いやあれです、投手選手もミットとかでもあえて押し合う練習するんですよね、だから多分前の力が強いんですよ。しかしペタスも出る。さあ残りが2人に残された時間20秒です。どう考えているかお互い。飛び膝、ちょっと入りましたけど、ね、ちょっと入りましたね。残りが10秒、足スイッチした、闘志入れ替わる。さあ石の拳、うわ胴回し回転切り、ここで出す。うわ3ラウンド終了。両手を掲げたのが画面の闘志。いや関根さんどうですかね。すごい試合ですね。いやもうちょっと痺れましたね。痺れましたね。噛み合いますねこの2人。確かにそうですね、中村さん本当最後まで分からなかったですね、はい、そうですね。1ラウンドの展開だけ見たらレオナ選手完全にペース取ったかと思ったんですけど、やっぱり2ラウンドロー蹴ってからちゃんと、そうなんですよ、はい、あれが変わりましたね、流れが。ロー蹴ったのが良かったんですよ、ジャッジ永瀬28対26、青闘志。闘志1人目。ジャッジ和田、28対26、青闘志。闘志。お聞きのように判定3対0、フルマーク、イラリマスデシジョンで、闘志が勝った、準決勝進出。その瞬間、準決勝第1試合が、闘志対タイガと決定しました。関根さんどう映りましたか。いや闘志はね、やっぱり家族のために頑張るっていうね、
なんかその辺のね、うん、やっぱり守るものがある人間の覚悟を見ましたね。確かに。マサトさんどう映りましたか。はい、いや、あの東司選手、あの1年前くらいですかね、初めて見たの、強くなってますね。はい、そうなんですね。あの山本雅弘選手に勝ったくらいから血つけてるんじゃないですかね。確かにそうですね。まさに進化する32歳、その前に敗れたレオナ・ペタスです。